はい、それではチャイコフスキー交響曲第1番第1楽章2回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、86小節目からの解説となります。はい、最初のこのピッチカートは、前回できました、70小節目ですね、70小節目のもうピッチカートと同じ形を考えていただければ問題ないと思います。はい、でそして次なんですけども、90小節目アルコになったところなんですけれども、で、ここも、まあ前回も説明したんですけれども、ここの、次の小節のアップアップを取るか弓順で取るかっていうことがポイントになってきます。で、90小節目からの場合はで、このようにアップアップと取ってしまうと、その後、弓順でいって94小節目の最後のデーエフィスが出てくるのフレーズ、スラムのフレーズが出てくるんですけれども、これがアップで終わりになってしまって、でその後の次のギス以降もまたアップで続けないといけなくなるという、そういうデメリットが生じてきてしまいますので、まあ、ここはもう弓順で問題ないと思います。でもう弓順に進して、あとはもうそのままボーイングが言う弓ですね。先ほどの今1回目で弾いた92小節目のアクタクトは、もうここはもう第2第3の中間ポジションを使って、もう A 線でまとめて取っていただきたいと思います。はい、そして94小節目なんですけれども、でここは次のフィスからのギスがこの出てくるんですけども、ここは必ず第2第3の中間ポジションで取ってください。で、この A とフィスが、まあ、1、1というふうに行かざるを得ないんですけれども、まあ、ここはもうやむを得ませんのでね、で必ずもう、フィスとギスのこの、異弦した時のこの、ポジションの跳躍が負担を軽くするために、必ずここは、同じポジションで取るようにしてください。ですね、そして95小節目からはもうそのまま、ゲーセンですね、ゲーセンに移っていただいて1、2、1、4ですね、あとはもうそのまま、ゲーセンを使って、第1ポジションで弾いていただくという形になります。はい、そして、97小節目からなんですけど、また、似たようなフレーズが出てくるんですけれども、ここも、間のベーの2回のベーを、どっちアップアップにするか弓順にするかがポイントになっていきます。はい、で、ここはですね、ここは、先ほどとは違って、アップアップという形になりますね。そうすると、最後の、ずっといきまして100小節目が、最後がのフレーズが、弓順でもう終わるようになりますので、ね、でここは、アップアップを取っていただいて、ね、はい、でそのままあと弓順で、取っていただくという形になりますね。続けていただければ問題ないと思います。はい、でそして101小節目からは、ポコピューアニマートと書いてあるんですけれども、初めて練習する方はもういきなりそこからテンポを上げたいということはせずに、もうゆっくりしたテンポで最初は練習していただけたらと思います。ボーイングはもうここはもう弓順で構いませんので、もうそのままボーイングは弓順で弾いていただければ問題ないと思います。ですね、あとは104小節目以降はそのまま、ね、はい、もうそのままもゲーセン使っていただいて、という形ですね。もうそのままゲーセン1本で使っていただけたらと思います。そして106小節目からこのオクターブの S はもう必ずここは同じポジション、第3、第4の中間ポジションで取っていただきたいと思います。でそのままそのまま、あとはもうアーセンを使って降りていただければ、あとはもう全て取れますので、で、ここはもう全て、アクセントがついてますので、ダウンで弾いて、改めてもう一回ダウンで弾き直して、そのままそれ以降も同じ形で弾いていただけたらと思います。はい、もうここはもう全て、アーセン1本で取っていただければ問題ありませんので、S と、Dの形が出てくるんですけども、ここもできれば、第2第3の中間ポジションを使って、まとめて、同じポジションで取っていただけたらと思います。はい、そして、111小節目も、同じ形が出てきますね。はい、で、それ以降はほぼ、問題ないポジションだと思いますが、117小節目以降はもう、最初の音は解放で取っていただいたので、
構いませんので、あとはその場合を取っている間に上の芸を第6ポジションに跳躍して、で、3、2、1ということで F まで第6ポジションで取って、その次の、この A、S、D を第4ポジションですね、はい、そういう形で、あとはもうそれ以降も第2ポジション、第1ポジションという形で降りていただければ問題ないと思います。はい、で123小節目のその頭角のこの打ち込みなんですけれども、最初だけ、4分布で書かれていまして、あとは、8分布と書かれていますので、比較的、短めで弾いていただきたいと思います。でその、4分布との差をはっきりつけるという形ですね。アタックをその分はっきりというふうに考えていただけたらと思います。はい、それが、8小節から、続いていきます。で、アームの形はもう問題ないですね。ここはもう解放で取っていただければ結構ですので、で、143小節目のデーも、ここはもう解放で取っていただいても、もう押さえて、あえて押さえて取っていただいても構いません。はい、そして、その次ですね、150小節目ですね。はい、でここから、メゾフォルテになってくる、この、まず上のゲーフになってても、ポジションは先ほどの通り、もう第6ポジションからスタートしていただいて、で、第6ポジションで第4ポジションという形ですね、降りていただくという形になります。で、156小節目ももう第2、第3の中間ポジションで、使っていただければ問題ないと思います。はい、で158小節目以降のこのボーイングなんですけれども、まあ、ここからずっと4小節間、1つのスラでつながっていますの で, でクレッシェンドがかかりますので、ここは一人でいくのは、難しくなりますの で, でここは、ここも途中で回読みをしていただくことになるんですけれども、でここまで、ダウンできましたら、その後はまず最初のギス、ゲー、フィスまでを、でそのまま、第2、第3の中間ポジションでまず、ダウン、あ、すみません、アップですね。アップでまずここまで取っていただいて、あとは、あとは1小節単位でクレッシェンドをかけながら、回読みをするという形になります。はい、そして、その次ですね、162小節目ですね。はい、でここの、3小節間にまたがるタイムの部分は、もうここはもう回読していただいて構いませんので、もう1小節半単位でもう、ここはもうホルデをキープしたいので、もうここはもう、途中で、1小節半単位で、回読みをしていただきたいと思います。でアーニングが2回続くんですけれども、そこまで回読みをしていただいて、ディミネンドが書いてある、ところですね、174小節目からの、ここからはもうそのままディミネンドかけますので、ここはもう普通にも、書いてある通りも、1級で弾いていただければ問題ないと思います。はい、でそれ以降はもうほぼ、ディミネンドがかかって、ピアノになっていますので、もう最後の A も、そのままもうすべて、もう最後の A もすべても解放でもダウンで弾いていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。はい、特に先ほども説明しましたけれども、101小節目からのこのポゴピューアニマントのこのポジションの、練習がポイントになってきますので、まあ、初めて練習する方は、まあ、いきなりその、ポゴピューアニマントというふうに、まあ、いきなりテンポ上げてっていう練習はせずに、もうゆっくりしたテンポで確実に指の形を覚えていくところから始めていただきたいと思います。はい、第一楽章2回目の解説は以上になります。ではまた次回。チャンネル登録お願いします。